今日じゃあなんか飛距離を伸ばしてくれるっていう話を聞いて。あでもなんか体がめちゃくちゃ柔らかくなってきてる。何これ何これ、もうこんなんで飛距離伸びる、はい、マジ嘘でしょ。着きました。これもう2回目かな、動画撮んの。ゴルフ屋さん、じゃーす。今日じゃあなんか飛距離を伸ばしてくれるっていう話を聞いていいんですか、マジで。はい、もうほんと伸びんかったらもう本当はあれですよ、もう拡散しますよ俺。ここはインチキゴルフ場だって言って施術で飛距離は20ヤードぐらい伸びる。本当だろうな、一本動画撮っちゃうよ俺。そう、本当ですか。ちなみに元に、はい、僕ちょうど昨日、はい、あの今貸し切りのスナイゴルフあるじゃないですか、はい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 、昨日行って、はい、一目惚れして、はい、自分でやろうかなと思ったんですよ。本当それスナイゴルフめっちゃ儲かんないですか。あれだけどね、今うち貸し切りみたいなやつ、まあ、貸し切りだったらいい人だけど月1万5000円ですよ。すごいよねそれね。でも無人なんで、うん、で24時間じゃないですか、うん、だって30人よりは月50万ぐらいってますよね。何も選んでもな、で人いらんじゃないですか、で自分も使えるじゃないですか、うん、で家の近くにスナイゴルフ面白いなって、うん、でもどうなんですかビジネスの調子は。まあぼちぼちですね。まあまあ入っとるでいいんじゃないですか。いやでもね、もっと来てもらえると助かるね。あじゃあドライバーどんどん打ってていいですか。あ打っていいですよ、打ってみて。あともう飛距離伸びます。ちょっと手壊しとるんであれですけど。まあ一応距離見といて。多いんちゃう？まあまあ飛んどるぞ。ちょっとこれあのレーダー甘いですか？レーダーそんなに甘くない。あ本当ですか？こんなに飛ばんな。247。これが伸びるんですか？ヘッドスピード 44.5。 いや今結構いいな。あーがーやっぱ引っ掛けるんだなこれね、力入るでな、飛ばしたい思いが必死で。いやそうなんです。全然飛ばないです。おお、まあもういいんじゃないですか。47。ここ構えてもらって、はい、上げれます。はい、はい、腰の可動域、はいはい、あとこう普通にこう振りかぶったところに行きます。はい、これ以上行かない。まあ行こうと思えば行きます、はい、あちょっと待ってください、つったえまあこうっすよね、はい、バックスイング、もうこれ以上行かないです。行かないです、はい、うわちょっとドラゴン出てるんだ。ああ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 あでもなんか体がめちゃくちゃ柔らかくなってきてる。何これ何これ、ほんとほんと出が柔らかくなってきてる。あ何これなんか変な感じ、むっちゃ柔らかい。ここでもうちょっとねじってみる。ほんとだ、おおおおおおおあ全然ないです。いや気持ちよくなってきた、乳首だってゴリッゴリになってるもん。ちょっとねじってみて。あ、マジだな。マジだな。気持ち悪い。なんかもうね、ほぐされとる感じがある。ちょっと待って、休憩。マジですか。よし、こっちがね、まためちゃくちゃ硬いんですよ、俺。これ自分でも、うん、全然違うんですよ。こうやってやるといいんだ。えらい。いや、偉いんだ、ほんとこれ。もう汗ばんできたからな、おぉ。おぉ、ほんとだ。初めて行った。いや、真後ろ向けんもんな、いつも。おぉ、神の手や。
最後もうちょっと行きましょう。おお、本当だ。すごい。前屈。もうこんなんで飛距離伸びる、はい、マジ嘘でしょ。あー引っ掛けちゃうもんで上がれんもんな俺。あだけど飛んでね、ヘッドスリーみ、あそういうことか。あ今ちょっと当たりが悪かったな。でも体が柔らかい気がする。ヘッドスピード44。ここの店の中だな。全然遠くなっちゃったぞ。当たりがなかったもんな、でも今な。確実に。これいいんちゃう？あれ右だな。あ、でもヘッドスピード47。うん、47。ちょっとヘッドスピード2ぐらい伸びたけど。もうちょっと伸ばしてほしいな。バックスピンの3000で。そうそう、バックスピンが、なんでこれこんな多いんですか？俺昨日も室内ゴルフで思ったんですけど。シャフトが合ってないかもしれない。合ってない？お、これいいんじゃ？ 47.3。おお、260超えた。さっきね、2500以内だと、うん、今のプラス10ヤード。マジっすか、バックスピンどうやって、はい、じゃシャフト、今これ変えれるやつないですか？なんか合うやつあると思う。425に合うやつ、整体とクラブでやったら20ヤード。おお、いきます。どうゲームだったらこの動画どうなっちゃうの。どれくらい短いか持って行ってもらおう。あ、本当ですか。なんかもう上げれそうな気がする。ちょっと短かった。あ、やっぱ球が上がる。本当だ。あ、マジだ。ちょっと今の当たりは悪いけど、フックで球が上がっとるもんで余計ですよね。あ、また右か。いやいや、もうないですか。はい、もうない。全然もうない。47。おおおお、いいじゃん。もっとこっち？あ、こっちに？はいはい、入れないとダメですね。それでゲートが届かないです。おお、低すぎる。でも本当だ。おお、終わらない。右だ。もう疲れた、やめ。なんかアドバイスないですか、お前教える。こう、うん、こうしたらいいよ、足。うん、だってなんかドラゴンめっちゃ飛ばすんですよね。飛びますけど、うん、ちょっとこっちで試しに飛ばしてみてください。いや、まあまあ飛ばすらしいよ。ドラゴンとか出てるんですよね。ドラゴン、あの2回僕が出ただけですけど。ああ、もう音が違うわ。音が違う。でけえしな、スイングがやっぱ。おお。ヘッドスピードでも52。もうすでに300飛ばしました。バックスピン2000。ここでこのミート率は高いんで。ああ、ヘッドスピード出なくてもある程度飛んでくれるんですよ。すごいですね。52だもんで、53か。やっぱバックスピン量が2000回ですよね。ここで調整できるように。これうわ、全然違う。はあ、ちょっと左出た。うわ、もう普通に300超えてくもん。何が違うの？1900。なんでそのバックスピンはなんでかかるんだろうね、俺は。これクラブによって全然僕変わるんですけど。マジですか。すごい音だな。あ、いた、50。落ちた。
でも飛距離では出とる。本当だ。これドライバーがいい説ですね、これ。ドライバーがいい。うわー、音がまた違うな、これ。いいボール打つもんな。ドローでな。うわー、飛んだ。こっちでも飛ぶじゃん。ヒットスピード55で134、114。1ヤードでどれぐらい違うの？だいたい5ヤードぐらい。あ、そんなに違うんだ。1違うと意外と違うんです。あ、そうなんですか。じゃあそれ平均で1違うと。あ、それだいぶ違うんだ。じゃあだいぶ違う。うわ、すっごい音だな。ドライバーはね57。こっちは弾くじゃん。これは飛ぶぞ。320超えてった。いいよいいよいいよ。このドライバー売ってみたい。いいですか、借りていいですか。そう、次第用だって。でもドラゴン選手がよく使うとか、そういうなんかあるんですか。カムイは飛ぶんですか。やっぱカムイやっぱ飛びますね。お、いい音しとる、いい音しとる。それカムイだもんね、お前。それせこいわ。これでも結構飛んでそうだけどな。だいぶ左だいぶ左。いや、なんか曲がって見えるんだ、これ。多分右の方を狙った方がいいかもしれない。お、お、ど真ん中。お、でもいいよ。結構いい、結構いい、結構いい。でもお前45だでな。バックスピンもでも2000だよ。これ左ちゃう？ああ、もうチョロだ。お前全然ダメだわ。重たいんだ、クラブが。またサイド回転。難しい。うん、あ、これ俺と同じシャフトじゃない？それ何？クラブは？それもカムイ？これカムイですね。あ、それいいんちゃう？あ、もうちょろっとるわ。もう その前の問題だお前。測定するレベルじゃない。わわ、うまいですけどねこいつ。マジ10代前半とかで回ってくるんですよ。俺よりうまいですよ、全然。ただハートがちっちゃいだけ。ちっちゃいじゃん、ハートが弱い。ハートが弱い。メンタルマジガチ弱い。ほら、もうそっちに向いとるもんね、お前。まあ、でも室内ゴルフってやっぱいいよな。ちょ、俺もう一回やろう。見とってないんか、ゲーだと思う。バックスピン。やっぱ叩きつけすぎ？ちょっと打ち上げてみるか。打ちづらい、うん、ちょっとバックスピン量減ったんちゃう。ああ、でも290減った。2900。まあお前よりはうまいな、やっぱ。気づいたら2人のことちょい気がするんですけどね。誰もいねえ。間違いない。面白いですか。おかしいですよね、だって戻りになんか応援頼むわって言われてきたのに、だってパーティーしてるんじゃないですか。パーすか、踊りただ打ちっぱなし。なんか俺が頼んだわけじゃないですよ。って戻り。そうですよ。お、これもいいんちゃう。そうだね、これど真ん中。これ来たんじゃない。47.7。今日一来る。今日一来たな。おい、うわっ、おおおおおおお。あ、来ました。待ってました。お待ち。ちょっと戻りじゃ、ちょっと飛距離伸びる、なんかコツみたいなないですか。コツですか。振ってください。ちょっと、あ、教えて、伸びますか。はい、だいぶ整体やってもらって、ちょっと振っとるもん。47ぐらいまでは。ああ、50いきたいですね、どうしても。50。スイングいいの。大きいですか。うん、全然いい。これいいな。全然いいじゃないですか。45。バックスピンのがひたすら多いんですよ。
今でも足が綺麗に入ってるから、はい、足が入っとるっていうか、まあ、綺麗な足がついてるから、はい、大丈夫だと思うんだよな。あ、右行っちゃった。 SP65 一発目で急には4000回転入っちゃってるから全然飛んでないの。やっぱ違うんですか。うん、クラブが俺のクラブじゃないですよ。ナイクラブですか。ナイクラブでしょ。大きいですか。うん、ちょっとスピンで、あ、減ったんちゃう。ちょっと減ったけど、ね、あ、今、いや、僕も今手首を使わないようにしたんですよ。押すっていうイメージがいいですね。押したらここで押してあげる。あ、今手でクッて返さんようにですよね。返しすぎなのかもしれないな。これは左だな。あ、でもそうでもないか。見とるんだけど、めちゃくちゃ返っとるよね。早すぎるもんね。早すぎる。あ、1900回転。おー、いった。310。ボールが低いけどね。世代321いきましたからね。ジアベリー、マックス出てます。俺が生体生きになっちゃう。いやいや、生体生き初症候体。あー、これいい。55距離は。あ、でも右いったな。あ、いきそう。おー、20。おー、超えた。いや、まあ超えてない。同点、同点。同点じゃない、同点だ。32.1.5 だもん。あ、そうか、自分のクラブもいいだもんね。そうそう、これは結構いいんじゃないかな。これいったな。あー、これも全然違うわ。飛んどる。おー、すげー。どうすか、すげー。どうすか、58歳。58歳、全国の58歳。いつでも挑戦受けてやる。スピンの回転数が動きで、スピンが減っているから、あと打つときにってやってる。あ、起き上がっちゃった。あの、打つときにこうやって腕に力を入れるんじゃなくて腹筋に力を入れてる。インパクトのときに腹に力を入れる。そう、そうそう、ボールが重くなるから。そんな感じはしたっす。今はもう天ぷらだったけど、天ぷらだったけど、うん、重くなる。あれこういった方がいいのかな。足しっかり踏ん張って腹筋で、なんかヘッドの重みはすごい感じたっす。この状態でこの左肩が前に出てこなきゃいい、こう出てこなきゃいい、こうなる、うん、ここをなんかここを残してやるようなイメージ、イメージだけでいいよ。残さなくていいから、はい、こういう残してるイメージだけ、はい、で腹筋に力入れてやれば多分バチンとする。そう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 、今いい感じ、今いい感じ、今いい感じかな。うん、スピード47。これいいよ。本当だ、距離は分かるけど、頭の中でどうしてもまだ向こうへ打ってやろうって気持ちが強い。そうじゃなくて、向こうへ打とうっていう気持ちが働いただけで体は絶対こっちへ動くんで、目から入って、目で覚えて、目で見たものを脳に送って指令を送って打ちに行くから、目なんだのが一番大事だ。みんな肘がどう、肩がどう、足がどうって言うけど、目なんだ。だから池があっただけで、ああ池が嫌だなって、働いただけで余分なことが一つ増えちゃうから、目から入ってくる。ね、指令が。じゃあそれを打ち消せばいい。まあ池あるけど、よし、ここ打つのはここだ。ここでこういう打ち方をしなきゃいけないって言うと池は忘れる。はい、だけどみんなは、よし、池はないぞと。こうやってここで手はこうだ、ここでこのイメージだ。やるのに、もう一回見ちゃうから。そうするとリセット。見ずにイメージしてそのまま打てば、動いてるボールじゃないから、止まってるボールで、クラブの先から頭の先の距離が絶対変わらないわけだから、それを変えてしまうのが自分の余分な意識なんです。景色を見ちゃったことによって変わらない、何かやることに変わらない。だからそれはもう変わらずに、ここへ打ってやるんだってイメージだけ持ってバーンと打てば何も変わらない。
そう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 。おお、なんか今走ったぞ。そう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 。48.5。これもっと飛んでる。おおおおおお、いいねいいねいいね、見た。はい、マジ。これその時に、いいよゆっくり上げて。上げた時に、こうやって入ってくる。ああ、そうですか。で、起きる、体起きて、体を起こした状態でこうやって入っていくと、大きいでしょ。ああ、そうです。うん。中に入るから小さくなっちゃう。そう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 、そうやって入ってくる。おお、なんか振りやすいはずだ。振りやすい。うん。これ50度。あれでじゃあ今なんで左行くの？だからもうこっちがもう左肩が前に出てきちゃう。引っ張っちゃってるみたいな。よし、ちょっとじゃあ最後270かとばしょるか。300めっちゃ来てくださいよ。これ多分300やったら明日もやりますよ。カットでお客さん視聴者は15分ぐらいしかない。明日で終わるかな。あ、いいね。これなんちゃう、これいい、これってね、右出てるもんな、全部なんでこんな引っかかるんですかね。クラブですかね。まだ動いてるけど、まあいい、まあ、これならまだ多少なのみんな、やります。はい、ありがとうございます。諦めたようです。こんな感じ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。戻り、はい、すごいですね。いや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 、だけど、うん、58になってからのが飛距離出てるからね。すごいっすよね、昔より、うん、昔より飛んでますもんね。飛んでるからやればできます。お店はな、ちなみにあのどんなサービスされてるんですか。カスタマイズ。カスタマイズ、製品はすべて、すべてってことはあれだけど、できるだけもう100に近い確率でメイドインジャパン、ハンドメイドでいきたいと。あ、ここで作る、はい、だからあの、まあ、クラフトマンがいますんで。クラブの購入はできるんですか。できます、できます、もちろん。でこれは何ですか、シミュレーションで練習だけもできるんですか。できます、できます。でそれ1回いくらとかあるんですか。はい、あ、この価格表はここに読んで、1人30分1000円。あ、30分1000円。あの、あれだとね、シミュレーションなしだとね。あ、シミュレーションなし、シミュレーションあり、30分2800円で30分税込みですね。50分2800円、はい、税込みですよ、2800円、税込み。街中行くと5000円とか6000円だろ。いや、そうですよね。まあ、さあ、そうですよね。月曜日はないんですか。月曜日です。月曜日、はい、で、日曜日は隔週で第2、第4休んでおります。第2、第4、第2、第4。年末は、年末は28日までやってます。29から休み、はい、29から休みで3日まで休んで、はい、4日からまた営業します。はい、あのドラゴンの、まあ、大会とかも出てますね。はい、今年は日本4位でした。日本4位、45歳以上、まあ、最後ずっこけて、4位って何ヤードで4位。4位は恥ずかしい、あんまり痛くないな、268ヤード。嘘ですよね。なんどそれなんか町内のやつじゃないですか。そうそうそう、町内のやつ、町内のやつ。 200? 、あ、でもまあ年齢が年齢か、アゲンストでした。あ、そういうことですか。ガチアゲンストで。何人ぐらい出場したんですか。あの時は32人だったから。おー、20。そうじゃ、いろんな大会がありますよね。あ、ゴルフダイジェスト主催の、お、じゃあそれなりに、あなたが主役のゴルフドラゴン大会、あなたが主役のドラゴン大会かな。まあ、ちゃんとしとるやつですね。じゃあゴルフダイジェスト、まあ、町内ではないですね。あ、違うさ、ゴルフダイジェストさん、ありがとうございます。おー、はい、すごい。もう俺もちょっと出ようかな。267で勝てるわ。多分な、お前が出たら200ヤードぐらいしか飛んでね。あ、マジそれぐらいアゲンストだったから。あ、そういうことですか。うん、寒いし。あ、まあそうか、飛ばない。まあそうですよね。予選はね、320で飛んだんだよ。あ、マジですか。うんうん。はい、翔さん、皆さん、まだオープンして1年も経ってないんで、ぜひ。3ヶ月です。はい、3ヶ月で、まあウェアとかも置いてあって、まあ前回そういうのも紹介させてもらったんですけど。あ、これ帽子かわいいじゃん。かわいいじゃん。これなかなかいいですよ。物もいいですよ。これ、皆さんいいんじゃないですか。かわいくね。限定100個なんですよ。え、日本で限定100個。ベスティア。いやいや、これはじゃあ、あの、カジノ。カジノのね、シェリフさんです。日本のメーカーですか。日本のメーカーです。日本のメーカーです。限定100本です。売ったらもう終わりなんで、早いもん勝ち。そうですね。一応、うち3本ずつか、あ、2本ずつかな、入れたんで、入りますんで、入ったんですか。はい。ネットでもすぐ売れちゃうんで。やっぱもう売れちゃうんですか。すぐ売れちゃうんです。これもだから、あと、これで終わりです。あ、これも、その、今の同じメーカーですか。同じところのメーカーです。これで終わり。あ、これさっきの今のメーカーですか。はい、シェリフ。かわいいじゃん。この一番左の黄色がいいな。シェリフ。もうだから全部製造番号入ってました。いくつ分のいくつって。100分のいくつって入ってますね。入ってますね。100分の
71 100本しかないです、これ100本しかないです。はい、そしたら皆さんぜひ皆さんまたここ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、コロナ対策もしっかりしてある。あー、やってあります。うん、やってある。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。せーの、またねー。